せーの、ババラピースです。誰誰ほんまに、ほんまに帰れ。こんにちは、向井治です。ということで今日は向井治さんに来ました。イエーイ、治ということで今日の企画はですね、ジュキアをお招きしてですね、はい、Uber Eats でちょっとなんか頼ませていただいたんですね。まあ、そう、それを食べながら一生もんない。まあそれ Uber Eats でとか言うくせに種類3個はいって感じで適当に食べながら喋っていきたいと思います。イエーイ、はい、お願いします。お願いします。じゃあベビタップ。え？何何何？ちょっとごめんごめんごめん。浮かんでいい。ベビタッピ。オッケー。せーの。ベビタッピ。よし、あのちょっとヘルシーぶって無糖にした。ごめん、マジでマジで思った。うちは痩せてんねん。そうや、あんたら痩せてるかもしれんけど別にええねん。こっちはうちは痩せてんねん。太っても大丈夫。何言ってんねん。いてこましとるかほんまに。いてこますとか絶対使うからね普段。だって俺が好きで一時期めっちゃハマってた言葉、いてこましたらめっちゃ好きだった。いてこますわって言うやん大阪の人。言わねえやって怒られんねん。言ったことないわ。いてこますわめっちゃ言われる。いてこますわ。30分体型動画でさ、人事のおっぱいをひたすらこうやってやるとか出してあんた今日あれ個人チャンネルでやらなあかんこといっぱい増えたやん。バナナ食べ比べおっぱい体型動画ゴリラムな、あとゴリラのコラボ、ゴリラの詳しくはジュキアのチャンネルで。ジンジンがやっぱゴリラと一緒にコラボしてほしいなっていう話をさっきしてて。そう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 、見たいもんみんな絶対。あんたとゴリラが食べながら喋らんで。あんたと喋らんで。ほんじゃ汚い、マジで汚い、ほんまにマジで汚い。そんなあんたが好きなモンスター X とか、あんたが好きな女優の深田恭子さんもみんな食べて口の中。深田恭子好きって言ったっけ。誰と間違えたのかな。誰が好き、誰が好き、誰だろう。女優でしょ、広瀬すず。もっとなんかギャルが好きそう。俺ギャルが全然よ。いやガガ無理やん。ガガ黒髪したら、でも暗くしようと思ってんで。でえ、ガガ黒くしたら似合いそうじゃない。しなよ、多分ガラッと印象変わってめっちゃ男やってくるよ。あ、男寄ってくるためにやんねや、黒髪。DM で、DM で来る。あ、DM で来んねや。さっきから何かあるたびにさ、うちらにな、もううちらモテへんからって。そうや、なんとかしたら男寄ってくるよ。絶対 DM 来るよ、ずっと言ってくんの。ジンジンは何したら来ると思う。やっぱゴリラとコラボじゃない。ゴリラとコラボしてモテるの。それで意味わからん。わからんもん、ジュキア。これで思ったらマジでゴリラが出演お願いしたら出てくれるんかな、動物園とかに言えば。ねえ、やってくれやったらほんまに出てほしい、ゴリラに。いや無理やろ、ゴリラ。ガガこの後バーベキュー。うん、でもなんか誰かがすぐ帰ろうっつってた。あ、そうそう、ね、マジであんな集まりいかんでいかなみたいな。めんどくさいし、みたいな。思ってないですよ。バーベキューしてほうがいいよ。じゃあ帰るわ。うん、あんたらめっちゃ仲いいよ。仲良くるよ、当たり前や、そう。知らんの、知らんの、あーすな。当たり前かのようにあーすないよ。え、プライベートはさ、遊ぶの二人。遊ぶ。いや、なんか飲みに行く先が一緒やから。うん、なんか共通の友達も多いし。ゲイバー。そう、ゲイバー、ゲイバー。ゲーバー行こうや、今度連れてってじゃん。うん、まあそれは全然マジで。じゃあ、ジンジンのルームツアーして、うん、連れてってそっから。あ、そうしよう。かわいいね、かわいい。家近いよ、めっちゃ家近いし、さっきからなんかくどいようにジンジンの家、ルームツアー行く。ジンジン家行こうや、ほんまに高橋や。かわいいね。でもほんまに行きたいからやな、それは。だからこそかわいいって言ってるよ、うん、そうだから。でしょ、かわいいでしょ、俺顔がかわいいとか言ってない。顔は無理やね。キツネに似てない。確かに、私ずっと思ってた、キツネ顔って思ってた。俺キツネガガは似てる。言ってみ。フェレット、フェレット、フェレット、フェレット可愛いだね。褒め言葉です。あー、バッタ。なんでやねん。そんなん言い出したら私はもうなんかハエ、絶対ハエと思えばハエ。だハエバッタゴリラで行こう。ハエバッタゴリラ3兄弟。ゴリラの話ばっかやな。今日、待って、お前らマジ小学生だよ。今日だ、ほんまに小学生。もうゴリラで笑いすぎやな。じゃあジュキアに聞きたいな、俺。聞かれちゃう。あんなこと聞かないといけない。なんか聞こうとしてるの、何だっけ。あ、じゃあお酒の話になったから、お酒普段飲むんって聞こうとして。ああ、俺お酒全く飲まない。飲まへんねやな。飲んでて飲むことなくない？なんかそのバーとかに行くならまあいいけどさ。確かに。でもね、お酒の飲む意味が分かってきて最近。気持ちいいの、ふわふわすることが薬物と一緒やと思ってんの。じゃあ薬中ってこと。でも多分そうやと思う。薬中ゴリラ。おお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 おアイコンはアースラにした。もうめちゃくちゃやんすよ、アースラはアースラやん。こんなジンジンがいじられてんの初めて見るから、ちょっとおもろい。多分私は本当になあ、めっちゃおもろい。押されてる、てかもう呆れてんねん。自慢のミーグル痛い。どういうこと、誰がミーグル痛い。だよ、渋谷向けるじゃん。ルーズソックス履かへんわ。そんなの言ってないだろ。じゃあ、誰が知らまなじゃん。うん、上野のゴリラ。上野動物園のこと。結局やん。結局ならもうやめよう。な、やめよう。もうやめよう。ほんまにやめ。ごめんなさい。ほんまにやめよう。ごめんなさい。ほんまにやめよう。ごめんなさい。ほんまにやめる
すいません、すいません、すいません。ミソさんか。ピラミッドやんか。ジュピアとコラボなのに、もうアンスラーとゴリラしか印象が。やめて、もうなしだって、ゴリラは。でもせっかくね、あんたやで、あんたがせっかくパパラの動画出てくれてんのに、そんな変な印象残るか。あんたちょっと爪痕。あ、ごめんなさい、残さなあかん。残さなあかん。確かに。じゃあいっぱい聞こう。ちゃんと聞いて、ちゃんと聞いて。で、自分たちもないの、パパラに。100万人いた時嬉しかった。まあそれは嬉しかったね、めっちゃ。あれってやっぱ2人でやってくれてよかったみたいな、改めて話した。おめでとうか、うん、なんかいい、おめでとう、頑張ろうみたいなテンションした、うん、でもその 100万人達成した時のその日の動画が、うん、ER ファンクラブっていう初めて見た。で、ネオちゃんにも言われたんだけど、うん、あの動画見て泣いたんだって。なんで？あれのどこで泣けたん？もうなんか2人で頑張ったんだなみたいな、うん、思ってくれてて、ね、概要欄もあんた書いてなんか、うん、ここまで頑張れてくれたみたいな、そういう系の文章、概要欄とかでネオちゃんも泣いたって言ってくれた。概要欄書いたんだ。書いた何？あ、長い文を。割と書いたな、ちゃんと。ジュキはちょっと狐顔やけど、ちょっと。ちょっと、あの、なんとも100万人絡んでくるの。そう、だから100万人ありがとうございます。なんか普通に見て、初めて見たジュキアの感想は、みたいな感じで。狐似てるなって思ったら。なんでネオちゃん泣くの、それ。マリオカートたまに意味わからん。人間のことアスラで呼ぶから、ちょっと。なんでみんな泣くかっていうと、例えば、その足を怪我してる人。マラソンの途中、フルマラソンの途中で転んじゃうとするやん。でも足を怪我しました、うん、普通ならリタイアするわ、諦める。でもその人は諦めずに足を引きずりながらもゴールをした。うわすごいってなるわけ。普通の人が完走したらまあすごいけど、怪我してのに頑張ったよりすごいのよ。それはだから感動で泣いちゃうわけ。そうね、うわすごいなってなるの。それと一緒でガガが上手に踊れてても、それはもちろんまあすごいけど、もちろん踊れるのは当たり前、うんうん、で考えてみて、ゴリラが真剣に振りを覚えてんだよ。すごいわ。ゴリラが真剣に振りをなんかこんなやってるから、あ、え、ゴリラが振りを頑張って練習したんだな、したんだなと思うと、もうみんなブワー投げてきて感動するの。じゃあネオちゃんはその頑張りを見て泣いたってこと？そう、ネオちゃんはだからゴリラに対して泣いてんの。ゴリラ泣き。ゴリラ泣き笑ってもってや、あんた笑ってもって、もう普通に笑ってたもん。もうゴリラやん結局。ほんまに腹立つ。めっちゃいい話するんかな。めっちゃ思ったよ。さっきの空気感やばって思ったよ。真剣な話始まったと思ったの。自分が100万人突破した時の、うん、じゃあ自分の心境はどうやった？俺はめちゃめちゃ泣いたよ。めちゃめちゃ泣いても近所の人に全員挨拶しに行った。挨拶しに行ったんやろ。何で挨拶しに行った？上の階の人も下の階の人も、うん、100万人行きましたって、うん、作りすぎちゃいました。ファン作りすぎちゃったんで、うん、よかったすごいでしょって店に。あ、店に行ったんや。ちょっと待って、おかずの量を自慢しに行ったの。そうそうそう、今晩のおかず、今晩こんなにカレー作っちゃいました。じゃあ店で、店で店で帰る。あ、店で帰る。作っちゃいました。だからその人からすると100多く作りすぎちゃったから、あ、くれる、もらうかな。じゃあ見せただけね。どうで食べ切りますんで。あ、ステッパー帰る。あ、そうなんかそう、ツボやばいねんか。いつもツボが合わない。めっちゃおもろいよこれ。普通に笑うで。なんかあんたが笑いすぎて笑われへんわ逆に。俺もよくわかんない。お前めっちゃこういうこの調子を見たかったもん。多分今この最初の30分間全部全カット。あれやで。面白い。今のでお腹いっぱい。よかったわ。あ、今ので面白かったね。危ね。最後になよかったね。ずっとのゴリラとか言ってるやつみたいな気がする。確かにな。挽回した。ゴリラしか言えへん人みたいな。ということで。今回はジュキアとのコラボでしたが、皆さん何を印象にね、まあ、何印象に残ったでしょうか。多分今日ほんまにゴリラとアスラの話しかしてない気する。まあでも最初はそんなもんじゃない。うん、アニメの1話もなんか最初なんか多少知らんやん。確かに、ね、1話で見終わって、そう、何このアニメって、うん、で3、4からおもろくなってくやん。そやもう鬼滅の刃やな。俺らもそんな感じやん。俺らも鬼滅の刃やって。あ、じゃあ俺誕生日イノスケとかでいい。イノスケ、イノスケっぽいよな。じゃああんたはノブコで。ノブコじゃねえ。ネズコやな。名前間違えんの。ネズコやねん。誰が聞いたのさ、パートのおばさんじゃ。ノブコ誰やねん。ということで、以上、アスラとイノスケとノブコでした。バイバーイ。あ、ジュキア君のチャンネルでも上がってるんで、そちらを見てください。見てねー。ジュキア誕生日いつ？ぽよーん。はい、はい。ぽよーん。いや、ぽよーん。日本も通じ、日本からね。ゴリラごめんね、悪口いっぱい言って。カメラ回ってんねん。ゴリラごめんね、カメラ回ってんねん。
ませんで。本当ごめんなさい。